はい、酒好きな新潟人の一同が、始めていきます。今回はね、サントリーのストロングゼロドライが、新しく、アルコール度数が 1% 上がったというね。なんとアルコール度数 8% だったやつが 1% 上がったという、結構珍しいですね。類を見ないアルコール度数が変わったという、ね、上がったみたいな。以前飲みましたが、これはまずかったというね、俺の、あれだったんで、あんまり買いたくねえなと思ったんですけど、まあなんかリスナーさんが、これ 9% になるらしいから、今度、買ってみてや、って言ってきたんで、あ、じゃあしゃねえな、と思って、はい。まあ、買いました。で、このね、500ml しかなぜかなかったんです。350cc のやつ買おうと思ったのに、なぜかその 350cc のやつが、8% のやつだけだったんで、じゃあしゃあね、こっち買うかと思って。はい、買いました。すっきり甘くない、食事に合う、甘味料ゼロ、ライム新石種使用。原材料がレモンとグレープフルーツとライムとウォッカとスピリッツと香料と酸味料と炭酸ガス。これね、すごい原材料だけ見るとね、お、甘味料入ってね、俺向けじゃーんって思うんだけどね、実際飲んでみるとね、まずいんだな、これが。これがまずいんだわ。これがまずいんだわ。これがね、びっくりするほどね、うまそうに見えてね、実はまずい。色は透明でしょうか。カンパー。なんか味が薄くなった。なんか味が薄くなったような気がする。なんだろう。なんか、ドライになった。前もうちょっとなんか変な、甘味料入ってないし、糖類も入ってないはずなんだけど、糖類ゼロで甘味料もゼロなんです。だから甘くないはずなんだけど、なんか、変な雑味というか、があったみたい、あった感じはしたんですけど。あ、でも今飲んでみると案外、あれ？あれ？案外あれだな。まともだな。あれどうした？あれ案外まともになってる。あ、そっか。今思ったけど、まあ、8% のやつも一緒に買ってきて、味比べをすればよかった。バカだな。まあ、まあいいけど。まああんまり、そもそもあんまり美味しくないからいいや。あんまり美味しくないからいい。あ、ですね、この 9% になったのが、どうやら、レモン味も 9% になったみたい。グレープフルーツ味も 9% になったんですかね、これはね。前は 8% だったんだよな。だよね。うん。多分そうなの。みたい。ただ俺このダブルレモンっていうかこのゼロのレモンは、レモンとかグレープフルーツはね、甘味料使われてるんでまずい。ので、買わない。せめて買ったとしてもこの甘味料入ってないやつね。
あ、だったら、うん。ああ、って感じだね。うん。うん。うん。そこまで言うほどまずくはないな。マヨがまずくなくなってる。とは思う。ただね、ただね、一つ言っていいか。ん？あれ？ 9月の29日から全国で新発売。あ、これ今、今日9月の20日なんですけど、もう売ってました？これ。9月29日よりって書いてあるけど、多分、普通に売ってたの。ああ。俺が買ったところがなんかあれだったの。普通のスーパーで買ったけど。あれだったんでしょ。偶然売ってたってこと。これね、なんかね、まずね、レモンとかグレープフルーツとかライムがね、入ってるんだけど、まあその味も若干するのはいいんだけどね。これやっぱりね、問題はね、ウォッカなんだよね。うん。これね、焼酎じゃないからね、すごいなんか、なんか美味しくない。酒っていう自体が美味しくない。癖がなさすぎて逆になんか美味しくないって。だからやっぱ焼酎ハイボールみたいに、焼酎の味だったら、てか焼酎使われてたらね、焼酎っていう感じで、ああ、うまいってなるんだけど、だから、いわゆるウォッカをね、じゃああなたウォッカを炭酸割りで飲みますかっていう話ですよ。ね。俺、ウォッカをショットで飲む、ショットグラスでショットでストレートで飲んだっていう人間はいるとは思うけど、わざわざハイボールに割って、炭酸で割ってさ、ウォッカ飲むやついる？まあ、いるんだったらあれですけど。まあ、別にいいんですけど。いるはいるでいいんだけど、多分、焼酎で割った方が絶対美味しいんだって。焼酎、まあ、例えばレモンでもいいけど、言ってもいいけどさ、ウォッカ入れてさ、レモンの果汁入れて、炭酸バーって注いで飲むやつ、人いるんかな？絶対焼酎入れて、レモン入れて、炭酸入れた方が絶対そっちの方がうまいと思う。あくまで俺の個人論だとは思うけど、ただね、一般的に見ても多分そっちの方が多いと思うんだよ、人は。うん。絶対ね、ウォッカを好んで飲んでる人って、炭酸割りでしかも飲んでる人って多分いないと思う。うん、どこのお前ロシア人だよって、いうレベル。本当に。だからね、これがね、もう、多分安いからウォッカ使ってんだろうけど、焼酎の方が絶対美味しいんだって。で、しかもこう、ウォッカとね、あとスピリッツって書いてあるんだよ。スピリッツも使ってるんだよ。うん。で、多分、それはライム新石州のことだと思うんだけど。これもあんまり美味しくない。うん。だからね、焼酎の炭酸割りを飲んだ、好む人間はいると思う。餃子とかこれさ、このサイトにサントリーのサイト今見てるけどさ、おすすめ料理とかって言ってさ、餃子とさ、肉、豚キムチと焼き鳥とかって書いてるけどさ、じゃあお前、餃子にさ、お前、
いわゆるウォッカソーダ飲む？ウォッカソーダを。っていう話よ。マジで。それだったらお前焼酎ハイボール飲むわ。焼酎のハイボールな。でしょ？で、基本的にこれの多分年齢層って、これを飲むね、あの年齢層って絶対おっさんなんだよ。男にプラス女飲まない。多分絶対女の人、まあ飲まんわ。絶対男で、さらに酒好き。男で酒好きって言ったらさ、あの、もう限られてくるでしょ。ね。もう大体おっさんとかで。うん。じゃあ男で酒好きの男がさ、わざわざさ、さっきも言うけど、何回も言うけど、あの、ウォッカソーダを飲むかっつんだよ。それだったら絶対焼酎の方が好きなんだ。ね。女性だったら、まあ、ウォッカの方が好きとかね、言うパターンもいるとは思う。確かに、焼酎は癖が強いからね、若干ね。だけどね、やっぱりね、おっさん、男で酒好きの人間をターゲットにするなら、絶対焼酎の方がいいんだって。だから、だけど多分無理なんだろうな。多分価格的に無理なんだよ、おそらく。焼酎の方がウォッカより高いからね。原材料的にね。だから個人的にまあ無理だと思うけど、絶対そっちの方が売れる。てか売れるっていうかまあうまいと思うね。もうこの、あの、ここに書いてある、ウォッカを除いて、これを焼酎にして、アルコール度数 9% の、ね、焼酎の、ね、ストロングゼロドライを出せば絶対に美味しいと。まあ今で言う焼酎ハイボールの、ね、まあパクリになっちゃうけど、ただ、焼酎ハイボールもあれ 7% だからね。あれ、アルコール度数 7% だから、まだいけるんですよ。9% ではないから。やっぱ 9% っていうその度数の高さを売りにして、いけばっていうけど、多分ね、これサントリーはちょっと頭がおかしいのか、おそらくこれ、このね、ドライをね、これ、おそらく女性をね、ターゲットにしてるんだよね。この、誰だかこれ、誰だっけこの俳優さん。ね、この、なんだっけ。あの前、昔テレビに出てた、あの、女王の教室って知ってます？女王の教室だったっけ？あれ面白かったな。ドラマね。それの人ですけど。女王の教室だっけ？忘れた。名前忘れたけど、なんか、鬼教師みたいな。鬼教師っていうか、なんか無表情ですごく怖い、なんか、女教師が役なんだけど、あれ面白かったな。あれ、うん。すごい面白かったです。あれ何年前だっけ？もう5年ぐらい前かな。女王の教室。女王の教室ね。あれ面白かったよな。2005年の7月、7月の2日より、だからもう10年前だな。うわ、古いな。すごい、俺も年食ったな。結構、つい最近のように思えてくるから。困る。本当にあの、つい最近のように思えてくるから困る。キャストが、この人が、ああ、天海祐希。
天海祐希。これなんて読むのこれ。天海って読む。天海祐希っていう人ですね。この人。うわ、身長170センチ、高え。でも俺のね、会社のね、人間もね、一人ね、すげえ背高い人いる。俺と同じぐらいの人いる。173ぐらいの人いる。下手したら俺よりか高えんじゃねえか。あー、そうだ。今日からシルバーウィークですが、まあ俺はね、安定の全部仕事ですけど。まあ、シルバーウィーク。何連休？あれ5連休か。5連休ですけどね。まあ普通に仕事なんで、もう全く何の変化もない、ただの週休2日制の、ね、ただのあの、週なんですけど、もう至って何の変哲もない。ね、日曜ともう一つ平日が休みなだけのあの週ですけどね。いや、にしてもこれをあんまやっぱうまくないな。なんだかんだであんま美味しくないな。でも確かに酔ってきた。もう結構酔ってきた。うん。さすがの俺でもこれアルコール度数 9% っていうか、なんで。500ml だし。うん、でもやっぱりあんまうまくないな、なんかな。なんかうまくないんだよな。なんだろう、この雑味じゃないんだけど、なんかこう、舌に残るようななんかこの味というか、さっぱりしないというか、なんか、やっぱ焼酎ハイボールだな。やっぱ焼酎ハイボールのドライだな。やっぱなんかあるよな。香料とか、いや、酸味料か。問題とは酸味料かな。何かが、口の中になんか。こう、甘さのような何かが、こう、残るっていうか、この、あんまりこの美味しくない。美味しくないんだよな。ああ、でも久々に女王の教室、あれだな、見たくなってきたな。あれ面白いんだよな。もう10年前か。俺見たの17歳の時。うっそー。あれ、俺、再放送で見たんじゃねえんかな？女王の教室な。いや、でも、そんな気もしないでもないんだけど、もう17歳って高校2年だもんな。そんな経った？うわ、早いね。早いねっていうか、なんか脳がなんか、もうなんか狂ってる。10年も前なのになんか、ついさ、あの、最近のような、もう1年前か2年前ぐらいかなみたいな。いや、ぶっちゃけ2、3年前かなみたいな。ぐらいの、この感覚よ。いやー、ちょっと年食うと怖いね。なかなか。うん。それにしたって何にも変わってないです、この。何にもこの成長してない、このね。もうだってもうなんか、その見てた当時の、もう情景がもう鮮明に思い浮かぶもんね。ああ。やってることは何も変わんないっていうね。
やってることっていうか、そう、なんか、自分は何も変わってないっていう感じね。それなのにもう10年経つのか、みたいな感じよ。かぁ。これか。これぞあれか。年を食うと、どんどん、なんていうの？早く感じるみたいな。早く感じてしまうみたいな感じですか。コク。コクは確かにないんだけど、雑味があるんだよな。まあ、甘みもないのは確かにないような気もするんだけど、雰囲気あるんだよね。雰囲気ね。で、香りは、うん、それなりにあるんだね。おすすめはこれはしないんだよ。安定のおすすめません。まあ、前の 8% のやつに比べたら、まあ若干いいような気もするんだけど、まあ多分気のせいだと思うんだよね。2242です。ご視聴ありがとうございました。